はい、皆さんこんにちは。ラクタペンタブのノブです。本日もよろしくお願いいたします。はい、世の中ですね、ちょっとコロナウイルスで大変なことになっております。インストラクター業をやってる方々、私も含め、いろんなスタジオが閉鎖になって大変なことになっていると思います。そしてですね、何より私たちが一番関わっているエンタメ業界、本当に大変なことになっております。そんな中ですね、月並みなことしか言えませんけども、みんな力を合わせて頑張っていきましょう。いろいろ言いたいことはあるんですけども、そんなことを言うよりもですね、少しでも、自分にできること、皆さん方のお役に立てるようですね、元気に明るくやっていきたいと思っておりますので、どうぞ本日もよろしくお願いいたします。では行きますか。早速行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンスやってますでしょうか。いつもですね、しっかり心をワクワクしながら楽しみながらやってくださいね。ということでですね、今日はちょっとだけ趣向を変えて、いつもはこう一つずつ丁寧にやるんですけども、今日は基本のルーティンというか、ウォーミングアップのルーティンをちょっとだけ説明していきたいと思います。だいたい僕のレッスンでのウォーミングアップルーティンなので、もちろん他のね、先生とか行くとまた全然違ったパターンではあると思うんですけども、まあ、ここを押さえておくと、どのレッスン受けても大丈夫ですよというところでのものですので、一つの参考にしてもらえればなと思います。なので今日どちらかというと、深く説明するというよりかは、こういうステップをやっていきましょうという感じで紹介していきますね。で、いつもはですね、体重移動で反対足を上げてくださいって言うんですけども、結構同じことを繰り返していきますので、片足ついたまんま、両足ついたまんまでやることがたくさん出てきます。それでも、両足はついてますけども、必ずどっちかの足に体重が乗っかってます。例えばですね、最初今からやっていくのが1、2、3、4、5、6、7、8、はい、こういうステップなんですけども、つま先つま先、肩と肩と、ボールボール、ヒールヒール、はい、これなんですけども、一見見た目は左足もつ、あの反対軸足もちゃんと地面についてるので、体重が50、50のように見えますけども、実は自分の体の中で、まあ、最初はタッチですね。次はトン、かかと2つ、ボールと、こういう体の中ではこういう作業をしています。ですので、今度横からいきましょうかね。分かりやすくですね。なのでしっかりつま先、体重かける、体重かける、動いてる足に体重かける、で最後は反対足に移行して、左足にかかと、つま先かかと、はい、いきます。もう一回いきましょうか。いきますね、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8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 、はい、この一番重要なところは8で体重移動を絶対するということです。1、2、3、4、5、6、次は右足乗ってるから7、8でちゃんと反対足を上げて、そこから反対足に移行します。3、4、5、6、7、8というふうに、8でしっかり、8のヒールで体重移動ができるようにいきましょう。もう一回だけいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、よっしゃ。そしたら基本ルーティンの次いきますね。これちょっと横向いてみた方がいいですかね。つま先とかかとを踏むだけです。でもこれもですね、軸足ついててもいいですけど、必ず体重移動してくださいね。まず右、ボール連続で8回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、そしたらかかと2、3、4、5、6、7、8、はい、これも反対足ついてますけども、体の中では1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、というふうに、こういうふうにやってます。今度は後ろからいきましょうかね。じゃあもう一回いきますね。これを右と左どんどん繰り返していきます。いきますね、ちょっと早めにいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、かかと3、4、
い、次左かかと、したらすぐ突っ込んだら左からいきましょう。いけましたでしょうか。はい、まあ足首、ボールとヒールをしっかり動かすということをしっかりやってくださいね。では次いきますね。次、ボールとヒールを今度は交互に使います。これも横向いていきましょうか。やることはボール叩いてヒール叩いてボールで、この時にしっかりつま先にで、次にかかとつま先かかと、この時にしっかり、これちょっと難しいけどかかとに持っとく。そして1つま先かかと、つま先かかと、つま先かかと、つま先。リズムはですね、3、3、7拍子です。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。はい。これの繰り返しです。じゃあ今度は反対足に行ってみましょうか。今度は後ろからいきますか。いきますね。せーの。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。はい。ここの重要なポイントは、3、3、7拍子の1、2、3、休み、1、2、3、休みの、この休みの時に必ずヒールかボール上がってるってことです。こうではないってことですね。1、2、3、1、2、3ではなくて、1、2、3でかかと上がっとく。1、2、3でつま先上がっとく。1、2、3、4、5、6、7。こういうことですね。でこれも実は体の中では逆足上がってます。体重移動の体重のかけ方としてはですね、こうやると本当にこのステップ難しくなるので、本当に足を上げなくてもいいんですけども、本当は自分の体の中ではもうずっと右足乗りっぱなしで1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7と、はい、こういう風にやってますので、もちろん片足やらなくて大丈夫です。反対ついてやっていいので、しっかり足首を動かしていきましょう。じゃあちょっと簡単に、右左すぐ入れ替えていきましょうか。いきますね。5、6、7、1、2、3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 、
いきましたでしょうか。右左交互にやっていけるようにできればいいかなと思います。そしたら基本ルーティン全部いっぺんにやっちゃうと覚えるのも大変でわけわかんなくなっちゃうので、とりあえずパート1といった感じでですね、次これはもう前回のボールタップです。1、2、3、4、5、6、7、8、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 
レッスンのですね、大体あの基本ルーティンのまだあのいっぱいあるんですけど、そのうちの本当に4分の1ぐらいですかね、まずはここから始めますので、まあ、僕のレッスンに限らずこのステップいろんな先生方もウォーミングアップでですね使われてると思いますので、覚えておくととても役に立つと思いますので、今日やったステップもしよかったらしっかり覚えておいてみてください。これまだどんどん基本ルーティンパート2パート3とどんどん続いていきますので、今後の動画を楽しみにしておいてください。はい、それではもしよかったらチャンネル登録、評価ボタンの方よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。Let me next movie. Bye bye!